どうも、皆さんこんにちは、こんばんは、ぜんざいです。ヘブンダスト2の続きをプレイしていきたいと思います。前回はこの公園エリアですね、に到着して、で今の目標が、合金盾を見つける、ってとこですね。で、この辺は少し調べたんですけども、これですね、これがどうやら展望台のパスワード、みたいなんですけども、左上が演壇、右上が移動台座、で左下がテーブル、で右下が小型発電機。展望台に行くには、ここですね。じゃあまず展望台に行ってみて、こっちも気になりますけどね。地下駐車場。前回ここで、かけるもの、ここから倒して、あ、届かないか。これか。あ、歯車がある。痕跡から見ると爆破と考えられる。誰がやっただろうか。左上が演壇、右上が移動台座、左下がテーブル、右下が小型発電機。え？数か。演壇の数が2。左上が2。で、移動台座は1個だ。で、テーブルが、テーブル？これだ。1、2、3、4、5、6、7、8。で、小型発電機は向こうのも入るのかな？まあ、1か2ですね。なんで、順番ですね、あとは。2182、もしくは2181とか。2、1、8、2。あ、いた。よし。
し、これで、歯車を、よし、これで持っていけますね。縦がないのか。あとあそこにはめる縦だ。じゃあ、あと行ってないのは地下駐車場だ。ガス管がいっぱいあるんだけど、ライトの日記その4、やっと汽車を、何人連れ出したが、トンネルは倒れた、誰かがかな、俺たちを止めようとしているようだ、逃げるのが不可能、まずは金属盾を見つけないと、それがあれば旧館まで行けそうだ。地下駐車場に手がかりがあるはずだが、そこの怪物が恐ろしい。なんとかしてそいつらを殺さないと。もしかしてドラム缶は役に立てる。怪物。怪物がいる？待って、これなんかボス戦。あ、戻れない！ちょっと待って。一応一個組み合わせ。あ、大丈夫か。ここになんかあるな。あ、あ、お、おちょっと待って、逃げに、爆発を使って倒すっていう感じなのかな。攻撃誘って、違う、そっちじゃない、違う、
うわ、リロード。あそこにもあるな。お、これで、え、あ、これか。やめ、危ない、早っ。で、一回誘って、よし、一回誘って、あと、いやー、リロード。よし、後ろに回って、1回目だけ早いんだ、ダウンしてから起き上がって。で、これ触ってリロード。誘ってリロード。よし、後ろに回るのが、あ、よし、え、え、ちょっと、あ、待って、ちょっと待って、それないよ。あれ、これは、これはどうやって、やべ、ピストルの弾なくなったな。これどうやって取るんだ。まだ取れない。もしかしてあいつの攻撃を当てなきゃいけなかったとか、ここに。あ、いや、この奥に道があるんだけど、まだ行けないのかな。向こう側からこう回ってくるとか。うん、お、マズルブースター、銃器のダメージを高める。ショットガンにはつけれないんだ。ここで、木の板。
あーし、立て。パソコンしまって。あ、でもまだもう一個ハンドがありますからね。で、こっちも使って。よし、これで。ショットガンの部品。これでじゃあ、前取ったショットガンの部品 B を組み合わせて。お、来た！2型。改装はできない。でも50発入ってる。じゃあこっちの方がいいんじゃないかな。これを2に装備して、で、これについてるものを外して、あ、じゃあ一回、あれか、こっちにつけないとダメか。使えそうな工具。最悪。いや、今日。なんかシャベルみたいなのがないとダメか。ちょっと一回戻って、で、まずショットガンについている、パーツを取り外す。で、弱点は、これはサブマシンガンに作れないんで、ハンドガン。ショッカーアブソーバーも、もうついてるんで、ハンドガンにつけて、マズルブースター。じゃあこれは、サブマシンガン。
ですね。で、ショットガンを、新しいショットガンを2に装備。すごい、50発。さっきでかいのが出てきたことによってなんか変わったとか、特に変わってない。よし、じゃあこっちですね。うん、超順調だ。もう少し進んだら旧館を見えるはずだ。あ、でももっとその奥にある。地図を探した方がいい。残された時間はもう長くはない。自爆プログラム。お前は所長じゃないのか。これは会社の最新プログラム。俺でも、変えることができない。あとどのくらい？知らない。うん。旧館ビルで、よく深く冒険する方法を考える。
うわ、届かないか。向こう側にケースがあるけど、これか。軍用ピストル。あ、向こう側にもあるな。これを、こうか、こうして、よし。あ、来た！ウエストポーチ。これは助かる。で、これショットガンとも変えちゃって。もったいない。ピストルで。深森の日記。1998年6月15日曇り。研究所が赤円5円、仕事が明らかに増えた。どうしてそんな大量の死体があるのか全然わからない。好奇心は控えた方がいい。7月10日、死体の袋が動いたのを聞いた。昨日は袋が動いたところを見た。俺が狂ったのか。間違いではなかった。死体は、死んでいない。9月3日、0147のことが気づかれたかもしれない。0147。合鍵を隠さないと。鍵は小屋の補給箱に隠した。パスワード、もう書いたよ。0147かな。0147。あ、地図。わあ、いっぱいいるな。待て、そのガス管を。違う、君じゃない。無理か。それ、そいつに。よし。
これか、0147。あ、かけるものがいる。使えそうな工具。あ、これまたあれ使うのかな。あれ、これどうやって、ああ、ナスカン。あ、なんか道ができたな。いやー、いっぱいいるよ。ちょっと待って。まずかけるものにバレないように。あいつがうまい具合なんかガードしてくれてるんだけど。いや、これショットガンに変えよう。マジか。勝った。よしよし。あー、やっぱりまた使うのか。反対側。ここは、あ、電撃のあれを作った場所だ。
とつながるんだ。鉢植え？使えない。どこかにヒントが。危ない危ない。うまく狙えない。よし、待って、こっち行く前に、あ、これか。はいはい、左下はこのままでよくて、で、こうだ。